セルビア旧国政府は第二次世界大戦時ユーゴスラビア王国にナチスドイツが侵攻したユーゴスラビア侵攻の後ナチスドイツによって1941年に設置されたナチスドイツの傀儡政権であるセルビア旧国政府を称したセルビアの統治機構は自らを独立国であると位置づけていたが実際にはドイツ軍政当局の支配下に置かれていた セルビア旧国政府の領土は、現在の中央、セルビア、及び、コソボ北部、及び、バナト地方であった。政府の主犯は、ミラン・ネリッチであり、公式には1941年から1944年まで、首相の地位にあった。その地位を支えたのは、ディミトリーエ・リョティッチと、ファシスト政党ユーゴスラビア国民運動であった。1941年4月、 ドイツとその同盟国はユーゴスラビア王国に侵攻し占領した。数軸国に占領されるとユーゴスラビアの領土は解体された。ユーゴスラビア領であった地域のうち西部のクロアチア、スラボニア、ダルマチアの一部及びボスニア・ヘルセゴビナの各地方は新しく独立したクロアチア独立国の領土となった。西部のダルマチアの一部及び 南部のモンテネグロ、コソボをメトヒア、マケドニア西部はイタリア王国の占領下となった。北西部のバチュカはハンガリー王国へと割上された。また、ブルガリアに隣接する中央セルビアの一部地域やバルダルマケドニア地方はブルガリア王国へと割上された。残されたセルビアの地域はドイツの軍政下に置かれることとなった。 1941年4月30日、ミラン・アチモビッチの下で、ナチス・ドイツの傀儡政権が発足した。1941年、バルバロッサ作戦が始まった後、この地域では、ドイツやイタリアの占領者に対して、共産主義者、ヨシップ・ブロズ・ティトを率いるパルチザンによるゲリラ作戦が始まった。ドイツは戦力を、 ソ連侵攻に取られており、パルチザンの放棄は、ドイツ側に、深刻な懸念をもたらした。4月13日、セルビアの有力な指導者らを含む546人の、セルビア人によって、セルビア国家のナチス当局への忠誠と、パルチザンの放棄を非愛国的とする非難が、表明された。その2週間後、パルチザンの放棄が勢いを増したことを懸念するナチスに、 忠実なセルビア人らによってセルビア旧国政府が設立されミラン・ネディッチがその主犯となった。4月29日、ドイツ当局はネディッチとその政府に権限を与えた。ネディッチは首相となり、かつてのユーゴスラビア王国の摂政パブレ・カラジョルジェビチが国家元首として承認された。ドイツ側の警察、軍事力は不十分であり、 セルビア人の戦力に治安維持を頼らざるを得なかった。1941年10月、ドイツの監督下に置かれたセルビア人の部隊によって抵抗運動の鎮圧に効果を発揮し始めた。このセルビア人の部隊はドイツの武器と装備を得ていた。ネディッチの軍はセルビア国家防衛隊及びセルビア義勇軍団であった。 セルビア義勇軍団の初期の隊員の多くはズボの党員であった。これらの軍事組織の一部はユーゴスラビア王国軍の制服やイタリアやドイツから購入した制服を着ていた。これらの組織は直接的あるいは間接的にクロアチア人やムスリム人、ユダヤ人、そして反ドイツ活動に関わったあるいは関わりを疑われた。 セルビア人に対する虐殺に関わった。紛争終結後、これらの行為へのセルビア人の関与やナチスドイツとの協力は歴史修正主義の対象となった。旧国政府による反ユダヤ主義の宣伝ポスターセルビア領内で複数の強制収容所が設立され、1942年にはベオグラードにて反フリーメイソンの展示が始まり、ベオグラードは ユダヤ人から解放されたと宣伝された。1942年4月1日、セルビアのゲシュタポが組織された。セルビアにおける実際の権力は、ネディッチの政府よりもドイツの占領当局が握っていた。ハラルト・トゥルナー、バルター・ウッペン・カンプ、エーゴン・ベンナー、フランツ・ノイハウゼンがドイツの軍政のトップであった。 フランツ・ベーメは1941年7月に非常事態権力を与えられ、8月に統治機構ができるまでの間、事実上の支配者であった。軍政顧問のハロルト・トゥルナート新英大将尉のフリッツ・シュトラッケによって実際の統治のほとんどが行われ、ネディッチは単に形式上のセルビアの指導者として、あるいはドイツのプレゼンスに法的正当性を与えるだけの、 ために機能していた。軍政は、ユーゴスラビアを支配する数軸の諸勢力に対して、セルビア人が抵抗するのを阻止しきれず、ほとんどのセルビア人から支持を得られていなかった。この背景には、ドイツ人の占領者やクロアチアのウスタ社による、セルビア人に対する激しい蛮行がある。多くのセルビア人たちは、ドイツやクロアチアのウスタ社への抵抗に加わっていった。 セルビアの軍勢は、ナチスドイツやウスタシャによる、ユーゴスラビア支配への抵抗を抑止しようと努めたが、ドイツの占領当局による、セルビア人に対する蛮行はやむことはなかった。1941年から1944年までの、セルビアの行政区画セルビアは14の軍、101の自治体に分けられた。バナト地方のベリーキベチュケレク軍は公式には、 セルビア領であったが、事実上は、地元のドイツ人による自治国として機能していた。ユーゴスラビア王国の崩壊に伴って、ユーゴスラビア国立銀行は、セルビア旧国政府のセルビア国立銀行へと、改祖された。セルビア領内では、セルビアディナールが法的な通貨として導入され、それ以外の通貨の流通は禁じられた。伝統的なセルビアの文章が、 紙幣に印刷され、貨幣には王冠が刻印された。ユーゴスラビア王国の崩壊に伴い、多くの新聞が廃刊され、新しい新聞が作られた。1941年5月16日、新しい新聞、ノーボービレメが創刊された。週刊誌、ナーシャ・ボーバはファシスト政党ズボによって1941年に創刊された。その代は、ヒトラーの 我が闘争を反映したものである。セルビア政府自ら発行したスルースベン・ノバインはユーゴスラビア王国の国営新聞と題を同じくし、その後継として発行された。セルビア映画の状況はユーゴスラビア王国時代を上回っていた。この間、ベオグラードの映画館の数は21に増加し、毎日1万2000人から1万5000人を動員した。 この時代に最も人気のあった映画は、ネボノスト・ベズ・ゾス・ティットとゴールデン・シティであり、それぞれ6万2千人、10万8千人の観客を動員した。ユーゴスラビア・プルバ・リーガが1940年に解体されたのに伴い、セルビア独自のサッカーリーグが結成された。リーグで競い合ったクラブは、ビースケ・ベルグレード、SK1913、FK ・アビリックであった。 ベオグラードのセルビア国立劇場はこの期間も開いていた。ラ・ボエーム、フィガロの結婚、マダンのいて、トスカ、ドバク・ベンシカ、ネシュー・ディニー・ゼ・トービがこの間に公開された。クラグ・イエバツの虐殺。ドイツ人の負傷者が出たことに対する報復として、ドイツによってセルビア人の市民が殺害された。ドイツ軍によって各家庭から、 セルビア人男性が連れ出され、銃殺された。セルビアの内政は、ナツスの人種政策の影響下に置かれた。これは占領下のすべての地域に適用され、ユダヤ人やロマ、ナチズムに反対した者たちは捕らえられ、強制収容所に送られた。バナト地方では、地元に住む少数派のドイツ人によって統治が行われた。 セルビア全域に及ぶドイツの占領支配にもかかわらず、セルビア政府は独自の通貨として、ユーゴスラビアディナールの後継である、セルビアディナールを維持し続けた。ナチスドイツ及びその協力者による占領統治が共産主義者のパルチザンによって崩壊すると、1945年に共産主義者はセルビアディナールやその他の占領下の傀来政権の通貨を廃止した。 軍政の最初のセルビア人の指導者はミラン・アチモビッチであった。8月にアチモビッチはその地位を降りた。その後にはセルビアに残された者も,も守り、ナチスによる完全破壊を回避することを望んだミラン・ネディッチがその地位についた。ネディッチは個人的に亡命したユーゴスラビアをペータル2世と連絡を取り続け、ネディッチは 今一人のアンテパベリッチではないとした。ネディッチを評価する立場からは、ネディッチは、フランスのビッシー政権のフィリップ・ペタン同様に、ナチスドイツ占領下で完全破壊から自国民を守るために行動したのであり、売国やつではないとしている。ドイツに協力した、セルビア人の協力者たちは、セルビア人一般からの支持を得られず、セルビア人たちは、 支配に抵抗した二つの組織、民族主義者のチェトニックあるいは共産主義者のパルチザンに関与していた。実際の権力は軍司令官が握っており、司令官はドイツの部隊やセルビア人協力者の部隊を統制した。1941年、軍司令官のフランツベーメは、セルビアがドイツ部隊に攻撃したことに対し、次のような命令で応じた。 命令では、一人のドイツ人の死には100人のセルビア人の死をもって報いる。一人のドイツ人の負傷には50人のセルビア人の死をもって報いるよう求めた。これが適用された初の事例が、クラグイエバツとクラリエボでのドイツ国防軍による虐殺であった。これらによって、ドイツ部隊に対する反感が強まり、セルビア人たちがナチスの協力者、 ネリッチ政権を支持する理由を完全に失わせた。加えて、クラリエボでの犠牲者の中には、数軸国の軍のための飛行場建設に関わっていた、セルビア人多数も含まれていた。虐殺に焦ったネリッチは、セルビア人に対する理不尽な殺害を止めるよう、働きかけ、ベーメはこれに応じて、次の指令があるまでの間、報復殺害を止めるよう命じた。 14500人のセルビアのユダヤ人は第二次世界大戦の間に殺害された。1941年末、チェトニックやパルチザンによる攻撃に対してドイツ人部隊はセルビア人に対するさらなる報復虐殺を行った。大佐ドラジャミハイロビッチに率いられた最大のチェトニックの集団はドイツ部隊に対する攻撃が可能と思われるようになるまでの間。 ドイツ部隊に対する攻撃を中止することが、セルビア人にとって最良であると決定した。ミハイロビッチは、すべてが終わった時、そして神の加護のもと、私は戦いを続けるべく、生き延びられた、国の完全解放のため以外で二度と、このような悲劇を国にもたらさないことを決意したと、話した。ミハイロビッチはシブシブチェトニックのメンバーたちにネディッチの体制に加わり、 ティトーのパルチザンと戦うことを認めた。ミハイロビッチはセルビア人とチェトニックにとって最大の脅威はパルチザンであると見ていた。ティトーは占領者との戦いを止めず、それによってさらに多くのセルビア人がドイツ軍の報復虐殺にあっていた。ドイツからの武器によってチェトニックはネディッチの協力者の軍に加わり、パルチザンとの戦いに加わった。これによって 軍政に協力する兵力が増大した。ミハイロビッチの親友の一人ジュイシッチガネリッチの軍に加わり、三弱地方のムスリム人、クロアチア人、パルチザンへの復讐を計画したものの、これは実現されることはなかった。大臣会議議長、プレジデント・オブ・ザ・カウン・シル・オブ・ミニスターズ、内務大臣・ミニスター・オブ・インターナル・アフェアーズ、建設大臣、 ミニスター・オブ・コンストラクション・郵政通信大臣、ミニスター・オブ・ポスタルテレグラフ・アフェアーズ内閣、官房長官ミニスター・オブ・ザ・プレジデンシー・カウンシル、教育大臣、ミニスター・オブ・エデュケーション・財務大臣ミニスター・オブ・ファイナンス・労働大臣ミニスター。オブ・レイバー・ホーム大臣ミニスター・オブ・ジャスティス社会、政策、国民健康大臣、ミニスター・オブ・ソーシャル・ポリシーピープルズ・ヘルス・農業。 大臣ミニスター・オブ・アグリ、国民経済大臣ミニスター・オブ・ピープルズ・エコノミー、運輸大臣ミニスター・オブ・トランスポーテーション、セルビア領内で、支配的なドイツ軍の部隊の他に、ドイツの占領統治に協力する二つのセルビア人の軍事組織があった。一つ目は、セルビア国家防衛隊であり、もう一つは、セルビア義勇部隊である。両者は共に1941年に設立された。 1943年、セルビア義勇部隊は、セルビア義勇軍団と改名された。初期の頃、軍事組織に加わったのは、主に準軍事組織やファシスト政党ズボの、支持者であった。二つ目のネリッチ政権の軍は、ドイツとの協力を拒み、ドイツの占領統治に抵抗する、王党派のチェトニックや共産主義者のパルチザンと、戦った。協力者の軍は、 チェトニックのコスタ・ペチャナツに忠実な一派が加わったことにより兵力を拡大した。彼らはメディッチやドイツの占領軍に同調するよりも独自の戦後の未来を思い描きティトーのパルチザンと戦っていたがチェトニックが旧国政府に協力する様になると影響力を低下しペチャナツもチェトニックの息のかかったものによって暗殺される。 セルビア義勇軍団は1943年春に発足した。1944年、軍団とドイツ軍の連絡員は武装親衛隊に改組され、セルビア SS 軍団となった。セルビア SS 軍団は4つの連隊からなり、それぞれが3つの大隊と1つの訓練大隊を持った。2008年、セルビアの野党であるセルビア自由党は、 ベオグラードの軍裁判所に対して、軍政紀のセルビアの指導者、ミランネ・メディッチの名誉を回復する求めを起こした。これは、セルビアのユダヤ人社会からの反発を招いた。ありがとうございます。